2018年2月の10日ですね。11時45分です。よろしくお願いします。今回は、最近キツネ枠をいっぱいやってきたんですけど、匿名コメントだけが書けるキツネ枠をずっとやってきたんですけど、今回は通常放送を久々にやっていきたいと思います。はい、解放お疲れ。こんにちは。明日よろしくね。あ、キララちゃんありがとう。いらっしゃい。お疲れ様。すごかったね。なんかアンチコメント。貯金さんはどつー。楽しんでってね。貯金さんいらっしゃい。おい、ヤナラッキーお疲れ。こんにちは。いやー、さっきもいた？ありがとう。いや、わかってるよ。ほら。あれだから。ありがとう、ありがとう。いやー、もうアンチってキツネにするととんでもないかんね。まあまあ、通常枠にしたらコメント荒れないから普通にやりとりしよう。これだと荒れないからさ。いや、もうあんだけね、ぶったたいてくる奴らが現れてくるとさすがに引くよな、ちょっとな。どっから湧いてくんだろう、あいつら。もうあることないこと書きまくるからさ。すごいよね。さすがに引くわ。っていうか、ドレさんから LINE 来てたけど、要件何だったんだろう。うん、暇だったのかな。昨日何だったんだろう。おお、エンビーいらっしゃい。久しぶり。こんにちは。なんかエンビー久しぶりな気がすんな。元気だった？ありがとう。ハートありがとう、キララちゃん。ねえ、久しぶりだね、エンビーね。元気だった？キツネにしたら匿名だから何でも書き放題になるのかな。どうなんだろうね。ノリなのか本気で叩いてるのかよくわかんねえかな。何なんだろうね、あれはね。ノリなのかな、本気で叩いてんのかな。ちょっとよくわかんないよね。怖い。匿名怖え。もうコメントでフルボッコにしてくるからね。マジで怖えよ、あいつら。ねえ、野田てるさんはこついらっしゃい。いつもありがとね。怖いよ本当に。いや、もう書きたい放題だからね、あいつら。モンスターでしょ、モンスター。魔物だよ、魔物。まあでも通常枠とのこのギャップはすげえよな、本当に。通常枠と全然違うもん。ありがとう、エンビー。ハートありがとう。ありがとね、ハート。嬉しいな。ありがとう。視聴料を払ってくれる。視聴料。マナーがいいよ、マナーが。頭のいいアンチなら面白いねえ。ニコ生のコメント欄とか面白いよね。ニコ生のコメントとか秀逸だよね、本当に。笑わせてくるかんね、アンチコメントでもね。もうひたすらぶったたいてるだけだからな、俺のことな。半端じゃなく叩いてくっかんな、あいつら。マジでおっかねえよ。コアタンだよ、コアタン。まあでもコメントは走るんだよな、とんでもなくな。コメントは半端じゃなく走るから。不思議だよ。何が何だか俺にはよくわからないもん。配信って奥が深すぎてわかんないっすよ。怖い世界だよな。アンチオフ会とかやってみたいもんね。どんな顔でどんなさあ生き方してる人たちなのか見たくない？ 20人ぐらい並べてさ、どんな顔してんのかとか見てみたくない？怖いもん。どんな感じの人なんだろう。ずっと同じこと言うのかな。詐欺師、詐欺師、詐欺師とかずっと喋ってんのかな。ヘタレ、ヘタレ、ヘタレとかずっと言ってくんのかな。怖くない？うん、アムロレイいらっしゃい。うん、珍しいよね。俺はね、キツネ枠が原因だとは思ってないんだけど、キツネ枠って普通ふわっちの配信者やりづらいっていうはずなのだけど、ニコ生出身なのかやりやすいんだよね。で、花火が飛ぶのは因果関係あるかどうかわかんないよ。ただもうさすがにあそこまで叩かれるとやりづらいけど、まあそこそこ荒れてるぐらいだったらまあ全然さばけるけどね。うん、連投してくるからな。まあ稀だよね。ふわっちの中では稀なんじゃないの。うん、キャス出身の人とかやりづらそうだもんね、キツネ枠。ドルさんのキツネ枠も見たけどやりづらそうだった。俺叩かれる時は匿名の方が叩かれた方が顔が分かんないからイライラしなくて済むんだよね。まあイライラはするけど、だからどのスタイルが合うかとか分かんねえかんな。俺ドルさんはね分かってたの。ドルさんは絶対キツネ合わないなって。あの人ラジオ語りでその自分語りがすげえうまい人だから、ずーっと喋れる人だからさ。俺はね逆にそれがね苦手になっちゃってんの今。こうコメントが止まってる時にね喋り続けるっていうのがねだんだんできなくなってきてるから。海保風船ありがとう、ありがとう。頑張んねえとな。だからスタイルに合ってるかどうかだよな、極端な話。まあだから自分が抱えてる客層的にはやっぱりアンチが多いから、やっぱり叩かれた方がコメントは走るんだろうね。シャイな人が多いんじゃん、アンチな人も。シャイな人がすごく多いんだと思う。でも逆にキツネ枠嫌だっていう人も結構いるよ。キツネ枠見てて気分悪いっていう人もいっぱいいる。今おひさなの。エンビさっきそれ会話したでしょ。何さっきおひさってなんで今おひさなの。2回目だよそれ。エンビさっき拾ったじゃんそれ。久しぶりだねって言ったじゃん。大丈夫、酔っ払ってるでしょ。さっきそれお久しぶりだねって、元気だったって、楽しんでってねって言って、なんで今おひさなんだよ。やべえやつだな。大丈夫か。いや笑えないでしょ、怖いでしょちょっと。人の話聞いてねえじゃん。怖え怖え、うん、あ眠いのか。話会話が成立してないよね、うん、何さん、無限ループさんいらっしゃい。うん、無職ではないでしょ一応。職はやってるんじゃないの。働いてるに入らないのかな。配信って働いてるに入らないの。頑なに認められないんだよな。なんでなんだろう。そこは別に認めてくれていいんじゃないの、働いてるっていうことで。だって政府の発表的には無職に該当しないと思うんだけどな。働いてるよね一応。自営業じゃないの。あ、イチローさん、バガーありがとう。バガーありがとう。わだつ。働いてるに入るよな、これ。ペットショップで文鳥可愛いなと思って見てたんだけど、うち猫3匹いるから諦めた。絶対ダメ、絶対ダメ。標的だよ、標的。なんだよ。キツネ枠でも叩くのかよ。はい、ワード2。ワードアンチ、死ね。うん。やっぱり社会保障とか加入してないと。あ、社会保険とかでも無職ではないはずだよ。政府の発表的な統計的には働いてることになってるはずなんだけど。タイトル読んでダバダバ。アンチ禁止だからこの枠。もうさっき、もううるせえな。お前かよ、嫌われ者書いてたの。お前か。あ、ワドアンチ死ねってことね。ワドアンチ死ねさんいらしい。今日は長時間配信助かるわ。数いたんだ。さっきの枠いたの。お疲れ。いや、もう辛いよ、俺。何バトルしようって。誰とバトルすんの？荒らさないで。通常枠は荒らさないで。さっき散々荒らしたでしょ、君たち。こんなキツネ枠と変わんなくなっちゃうからやめて。通常枠は叩かないで。そういう場所じゃないから。キツネでもないのにね。さやちゃんいらっしゃい。負けないよ。アンチになんか負けないよ俺。いや寝起きだったんだけどね、やっぱね、配信ってね、やってみると分かるんだけど、4時間喋り続けるって結構脳が疲れるの。30分でも多分すごい疲れるのね。だからラジオとかもさ、よくよく考えたらプロの喋り手って言われてる人、ラジオとかいるじゃん。ラジオとかでも1時間ぐらいなんだよ。おいも姉ちゃんいらっしゃいよ、わだつ。だからね、4時間喋りっぱなしはね、結構脳に負担がかかるの。いや俺が教わった話によるとなんだけど、講演会で2時間喋るのってフルマラソンと同じような熱量が脳みその負荷にかかるのよ。2時間の講演会でフルマラソンと同じぐらい脳に負荷かかるの。顎関節は痛くなんないけど、飲み物とトイレかな。俺はだいたい1枠でね、これ飲み切る 1.5 リッター飲み切るから喉がカラッカラになるのね。あとトイレにやっぱ行かないといけない。そう、喋るの大変なんだよ。顎関節は痛くなんない。だから普段喋りたくないもん。そう。雑談配信ってすごい大変なんだよ。だから特にね、うなちゃんマンドレさんとかすごいなと思うよ。そうみんなはね、1対1の会話だと思ってるけどさ、俺はさ、200人とかに見られてるプレッシャーの中でやってるから、やっぱりそれも負荷が全然違うじゃん。冷静に考えてだよ、イメージしてもらいたいんだけど、200人が常にいる目の前で喋らないといけないって考えると大変じゃない？ 200 人ってどれくらいだろう。1学年ぐらいか。クラスが5クラス、40人のクラスが5クラスの前で話すような感じだね。いやだって俺あれだもん、支援を求めてるからふわっちやってんだもん。支援が欲しくてやってんの、無限ループさんだから。ツイキャスは別にやるつもりはない、経済的な支援だって。プロとして食っていけないもん。これを仕事にしたかったの俺は、無限ループさんだから。俺はツイキャスやろうとは思わないね。お、アグリーいらっしゃい。サムネ変えたのいいじゃん。漏れてるじゃん、漏れてるじゃん。トイレ行ってくる。今日あれだな、寒いけど風がいい感じだな。天気いいしいいね、今日悪くないね。なんで確定申告を配信で公表する義務なんかないよ。そうなんで部屋汚いんだよね今。なんで公表しないといけないの？公表する理由がなくない？なんで確定申告用紙を配信で写さないといけないのかよくわかんない。反省寒いよ。寒いけど服着るぐらいだったら半袖の方が全然いい。服が嫌いなんだ俺。ふわっちであれだけアンチコメント流れるとかさすが。まあトップクラスじゃないの。多分アンチコメントの多さはトップだと思うよ。あんなに荒れる放送ないもんね。のんちゃんのコンドームウーマン面白かったねあれはすげえ笑ったわ。確定申告行くのめんどくさいよね。まあでもふわっちやってるのはしょうがないよ。もうしょうがないよね。まあ国民の義務だからね納税は。所得税とか払うお金ない。いやそれは貯めておかないとダメなんだよ自営業者は。所得税を貯めておかないといけないの。なんでさ俺がさ確定申告してるとか国民年金とか社会保障がどうとかをリスナーさんに言わないといけないの？熊助さんに伝えたところで何があんの払ってるか払ってないかとかじゃなくて、家賃払ってるのとか個人情報を熊助さんに伝えて何があるの？別に言う必要ないでしょ熊助さんに。じゃない？俺が言ってんのそこ。リスナーから小じきをしてないっつの。小じきはしてないっつの。何が小じきなの？何をもってして小じきの定義を教えてよ。小じき行為なんかしてないよ。いや、義務は果たさないといけないかもしれないけど、リスナーさんに言わないといけないなんてことはないでしょ。俺が言ってんのそこだよ。間違ってる？意味がわかんねえな本当に。ゼロ申告はバレたら追徴課税って言って何倍になるんだっけな。もしバレたら大変なことになるよ。要はその不正申告で税金が上乗せされるんだよ。だからちゃんと申告しないとダメだと思うよ。ガチにならない。あ、ヨンヨンいらっしゃい。いやガチになるでしょ。そう、別にだってね、だってリスナーさんから小じきしてるって言っても無限ループさんは俺にアイテム投げてないんでしょ。無限ループさんから俺はアイテムもらったこと一回もなくて、なんでそんな上からなの？それがよくわかんないんだよ。だから無限ループさんとは何の関係もないわけじゃん俺の生き方と。無限ループさんが俺になんか課金をしててしっかりしろよとかならわかるけどさ、もしアイテム投げてたとしても別に言う必要はないと思ってるよ。じゃない？はい、ワード2メリンコンハートありがとう。いややめた方がいいよアドリン。それってそれコメントで言うことでもないし、あれだよ、ふわっちはふわっち自体が発表してるから俺はおすすめしないけどね。それって日本国民としての義務守ってないことだから、別のサムネで大花火だけでブロック、そういう嘘はやめない？そういう嘘はやめない？ねえ、無限ループさん。それは、そういう嘘はやめない？大花火投げてブロックなんかしねえよ、俺。それ嘘をつくのやめよ。あのさ、嘘をつく人ってもうソース裏を取らないといけなくなるから、俺嘘つく人と会話したくないんだわ。もう会話にならないよ。なんで大花火投げてなんで俺がブロックする必要あんの？言ってることめちゃくちゃでしょ、もう。源泉徴収をするのはだって勤めてるからでしょ？違うの？源泉徴収って勤めてるから発行するんじゃなかったっけ？勤め先が発行義務があるんじゃなかったっけ？タクシー近場で乗らないでってどういうこと？それは全然話が違うじゃん。大花火投げたのにブロックされたっていう言い方違くない？アンチコメントを書いてブロックされたんでしょ？大花火を投げたタイミングでブロックされたわけではないでしょ。それって全然言い方が違くない？タバコの吸い方が汚いとかタクシー近場で乗らないでって、その俺はどのタイミングでそれを言われたのか分かんないけど、それでブロックされたわけでしょ。それは全然話が違うじゃん。それ因果関係別でしょ。大花火を投げたからブロックしたわけではないじゃん。違くない？ループさん、俺言ってること間違ってる？タクシー近場で乗らないでっていうのがよく分かんなかったけど。いつのね、俺も配信いっぱいやってるから、毎日何時間もやってるからあれだけど。あ、ドルさん放送始まった。明け方まで飲んで、その後沖縄行った時、明け方まで飲んで、その後沖縄行った時、タクシーなんか乗ったっけ俺？いや、俺沖縄行った時タクシー乗ったっけ？ちょっと覚えてないな。うん、まあ大花火くれたのにね、ありがとね。大花火くれたのありがとね。無限ループさん、大花火くれたのありがとね。でも因果関係はさ、その、なんつうんだろう。俺も配信者だからさ、やっぱりその、なんだろう。ぐちぐち言われたらやっぱブロックしちゃうよ。いい関係築こう、これから。一生懸命働いてくれたさ、貴重なお金を俺に投げてくれたわけだから、俺はそれは感謝してるからさ。まあいいや。じゃあ俺ちょっとドレさんの放送遊びに行ってくるわ。沖縄行く前に一旦帰宅か何かで女性と一緒にタクシー乗った。女性とタクシー？女性とタクシーちょっとわかんないな。女性、うん、まあいいや。うん、これからよろしくね、無限ループさん。うん、まあ応援してくれてたのは嬉しいからさ。うん、ありがとね。じゃあみんなお疲れ。ドルさんのコラボ放送に上がるわ。お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。